こんにちは。これから絶対に見逃せないアニメを紹介するので、最後まで覚悟してみてください。今回紹介するのは、アイドル、バンド好きなら視聴必須、二次元アイドル冬アニメ参戦です。今年の冬アニメは、今までのアイドルコンテンツとは、一味も二味も違う作品が登場します。それでは早速紹介させていただきます。最初に紹介するのは、現在放送中のアニメ、アイドリープライド。まずはこちらをご覧ください。私を誰だと思ってるのよ。天才アイドルよ。あの歌声、あの笑顔、近くで彼女を見たら誰だって虜になりますわ。君はどうしてアイドルになろうと。私が永瀬真奈の妹だから。それで十分理由になりませんか。この胸が教えてくれるんです。きっと私にアイドルになるって。今始まるストーリー。驚いた。まるでマナちゃんが歌ってるみたいだったわ。すごい。私たちと全然違う。忘れるな。くだらないことにとらわれているうちは永瀬マナには追いつけない。勝ち上がっていける自信は。負けられないよ。だって私はいろいろ背負ってるもん。ヴィーナスプログラムの頂点に立つこと、それが私の目標です。琴乃はきっと私のためにアイドルになろうとしてる。もっと練習して頑張って、あんなアイドルになりたいです。どうすれば私たちは勝てますか。これでもアイドルとしてのプライドはあるの。どんなに上手い子にだって、たとえ私と同じ歌声を持ってる子にだって、私より上手く歌えるとは思わない。私の歌は私だけのものだから。アイドリープライドは、悩み、迷い、葛藤、すべてぶつけて前に進むアイドルたちのヒューマンドラマです。キャストは、劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールでユナ役を演じた神田沙也加さんや、スフィアとしても活躍されている戸松遥さん、高垣彩希さん、琴吹美奈子さん、豊崎亜希さん、トライセールとしても活躍されている天宮そらさん、朝倉桃さん、夏川椎名さんという超豪華声優陣。原案にはテレビアニメ「ラブライブ!」を手掛けた花田十騎士が参画。2020年11月28日には幕張メッセイベントホールで単独ライブが開催され、アニメ化前から多くのファンを抱えるビッグコンテンツです。アニメーション制作は異文や彼方のアストラなどを手掛けたラルケ。次に紹介するのは、現在放送中のアニメ商売ロックスターズ。まずはこちらをご覧ください。ミディシティワールドワイドラブロックフェスティバル。思い切って腕試ししてみないかね。ルナリック武者修行。うん、はい、出発進行。僕からの友人に面倒を見てくれと頼まれましてな。あの子って、あー、センタータワーだよ。なんかあの車鬼迫ってきてない。いい加減にしろ。これは事件です。ふざけてる場合じゃありませんわ。守備初のバンドがテーマのキャラクタープロジェクト。キャラクターの公式デビューは2012年。2015年にはテレビアニメ商売ロックが放送され、同時にノベライズとコミカライズ企画も進行。2021年1月7日より放送されているテレビアニメ最新シリーズ商売ロックスターズには、今までのテレビアニメに登場したキャラクターたちが勢ぞろいする、まさにオールスターの作品となっています。キャストは声優、歌手として活躍中の上坂すみれさんをはじめ、谷山希少さん、宮野真守さん、鈴木みのりさん、早見沙織さん、柿原哲也さんなど、
歌手としても活躍されている歌うま声優陣です。アニメ制作会社はご注文はうさぎですかやメイドインアビスなどを手掛けたキネマシトラス。最後に紹介するのは現在放送中のアニメ激ドル。まずはこちらをご覧ください。すごい、舞台ってすごい、役者ってすごい。私も立ちたい、あの舞台に、あの場所に、あのステージに。私ね、やりたいこと何もなかったんだ、ずっと。でも見つけた。一緒にお芝居しよう。絶対に損はさせないから一度見に来てよ。私これだって目をつけた美少女にしかチラシを配らない主義だから。アキラでいいよ。セリア姫、あんたみたいなぼーっとした子には絶対無理。ここはラブミンが一肌脱ぎましょう。この身に受けてフォーヘブリー。誰も知らない空を追い出す白雲。あなたは自分がどこから来て、そしてどこへ行くのか知っているの？そんなのわかんないよ。できないなんて誰にも言わせない。だって私には君が、君がいるから。激ドルは激ドル制作委員会が原作のオリジナルアニメ。3月には舞台版激ドルも上演予定のメディアミックスプロジェクトです。謎の災害、世界同時都市消失から5年という荒廃的な舞台設定から 3D ホログラムを用いたシアトリカルマテリアルシステムを使った演劇という先進的設定、なんとも振れ幅の広い世界観が楽しめそう。キャストはアサルトリリーブーケで一つ柳リリー役を演じられた赤尾光さん。ニュータイプアニメアワード2017から2018にて女性部門の声優賞1位を受賞された花澤香菜さん、諏訪彩香さん、鳥海浩介さんなど人気声優さんが多数出演されています。アニメーション制作は 3D 彼女リアルガールやバルラブを手掛けたグッズエンターテインメント。いかがでしたか？アニメのシーンに歌やステージが当たり前となった昨今、アイドル好きには楽しめるコンテンツが盛りだくさんですね。今年の冬はアニメの世界でアイドルの輝きを見届けましょう。これからも楽しいアニメ情報をどんどんお伝えしていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。